アハウです。はい、今日紹介するのはこちらです。言いますね、パーストポイント、デッドベルト、ニトロオールとミールスタウト、もう一回ワンモアパーストポイント、デッドベルト、ニトロオールとミールスタウト、アメリカンビール、どっか行きたことあるなってさっき、前回ちょっと言ったブラックベリーエールも悶絶したところの、ビールです。パースト、ポイント、こちらもう、難しい、もう入手するの難しいでしょうね。こちらのパーストポイント、デッドベルベット、ニトロオートミールスタウト、長いんだよな、ほんま。もうなんでこんなに長くするんかね、ほんま。こちらも、アメリカンビールで、まあ、一応発泡酒、の扱いになります、アルコールは 5%、こちらですね、ケーキをイメージした、ナイトロオートミールスタウトっていうことになってまして、まあ、とてもクリーミーでスムースな飲み口で、チョコレートフレーバーをビート由来の、土っぽさやリッチなテイストが支えられていますという、まあちょっと、まあね、その商品説明書いたのをちょっと、省略して、説明させていただいております。もうラベルがかっこいいですね。この雰囲気のラベルはなんかいいですね。おら飲めやーって感じの雰囲気ですね。まあキャップはこんな感じですね。こんな感じのビールになっております。ちょっともう一回言おうかな、商品、こちら商品名じゃない、ビールの名前ねパーストポイント、デッドベルベット、ニトロオートミールスタウト、長いね。なんちゃフワペチーノどうのこうのみたいに長いね。あれ本当、車で買うときに、その行ってから、ドライブスルーか、ドライブスルーで買うときに、なんちゃらフワペチーノお願いしまして、行ったときに、最近ね、ごまのフワペチーノがあったんですけど、まあ、ごまのフワペチーノをお願いしますって言ったら、はい、ごまフワペチーノなんちゃらかんちゃらどうのこうのとか、そんな感じの、すごいなって、もうむちゃくちゃ、もうあんな長ったしい名前を、本当もう前も言ったんですけど、よく言えますねって感じですね。じゃあこちらの、ビールをいただきます。はい、それではいただきたいと思います。前回なこれなオートミール、もううおーっと悶絶したから、もうちょっとこちらなんか甘いみたいな感じで書いてあったんで、ぜひちょっと、前回みたいな味にならないでくださいよ。おプシュって言い落としましたね。おちょっと、見てください、今開けたんですけど、わかりますかね、すごく泡が立ってますね。おお、あふれてきましたね。よっしゃ、いただきましょう。おお、すごく泡が立ちますね。クリーミーな泡って、言ってたのはわかりますね。おすごく、泡は少ないですね。で、もう泡はすごい、わかりますかね。細かいですね。なんか本当スムージーというか、本当スムースみたいな泡ですね。色はブラックベリーエール、さっこの前あげたスパーなものにちょっと、まあ、似てるような気もするんですけどね。果たして味はどうかどうか。
前回のトラウマがあるんでいただきたいと思います。まあ、よっしゃ、いただきましょうか。いただきます。香りは、エールビール、みたいな、そんなにこの匂いって感じはしないですね。いただきます。なんかこう回してたらもうえらい結構もうムースみたいな感じで、なんかいい、なんか滑らかな動きをしますね。いただきます。あー、よかった前回みたいにうおーってならないですね。なんか焦がしたローストみたいな味がしますね。甘くはないですね。焦がしたようなちょっとなんか味がするって言ったら失礼なんですけど、香ばしいっていう言い方がいいのかな、これは。日本のビールでこんな味のものはちょっと私はちょっと今の過去に飲んできたものをちょっと今考えてるんですけど、あんまりちょっと思い当たらないですね。ちょっと黒ビールっぽい味なんかなと思いつつも、違うな、何なんだろうなこの味。なんか壊したような感じかな。香ばしい、壊したような味って言ったら失礼だなけどね、ほんと、ローストみたいなどんどんと書いてあったんですけど、その味っぽいな。確かにそんな感じやす。ローストのどんどんこの味って書いてるものってあんまりそんな感じするかって感じなんですけど、これはなんか焦がしたような風味、まあ香ばしい味がしますね。分かる気がしますねこれは。にしてもこのなんかこのラベル、さっきのこのラベルかっこいいですね。はい、もう一度ちょっと見ていただきましょう。このラベル人ともう見てからかっけーなーって私は多数も思いましてですね、なんか乾杯オラーってこの元王様の骸骨がなんか、まあ、部下ですかね、ウニさあって感じでオラ俺の飲めやーって感じの、なんかこのイラストだけすごいストーリー物語性がありますね。この絵でなんか一つ作品小説、まあ文を作れてストーリーを書けって言ったらちょっと面白いと思いますね。もう一回言いましょう頑張っていますね。パラストポイントレッドベルベットニトロオートミールスタウト。おお、噛まずに言えたと思うんだけど、噛んでましたかな。はい、ありがとうございました。アルハブでした。また、お酒は美味しく楽しく飲みましょう。ではでは。ちなみにこちらのビール、普通輸入系のビールってなんか紙の、印刷したものをペタって貼ってるんですけども、まあ見てくださいこちらもうね。わかります。このテカリ具合でわかると思うんですけど、実はこれ紙じゃないんですよ。紙を貼ってるわけじゃないんですよ。もうビニール、印刷したビニールですか?をこう、もうそのまま貼り付けてるんで、すごいもう、すべすべっつうか、もう剥がれる心配がないですね。もうこの、線のとこがビリッて破らない限りですね。そう、こういうふうにですね、この商品名みたいにこう紙で貼り付けてるわけじゃないんで、ラベルがあのせっかくおしゃれなビールなのに、ラベルが剥がれてたりとか、あの傷が入ってたりとか擦り傷で、あの
もう入っていた姿勢、絵がちょっとでもうショック受けることはあると思うんですけど、もうそれの心配がない、うん、素晴らしい。こういう風に残しておけるボトルにしてほしいですね、うん。